クリエイターはアメリカ合衆国生産の競争馬、シュボバ。主な勝ち倉は2016年のベルモントステークス、アーカンソーダービー。過去に同名の種ボバがいたことから、決闘票などではクリエイター2、またはクリエイターにと表記される。2歳9月にデビューするが勝ちきれない競馬が続き、初勝利を挙げたのは年が明けて3歳になった6戦目のことであった。その後、 重症初挑戦となったレベルステークス3着を経て挑んだアーカンソーダービーでは最後片追走から直線でバグンを割って抜け出し GI 初勝利を飾った。日本からラニが参戦して注目を集めたボバクラシック戦線ではケンタッキーダービーこそナイキストの13着と大敗したもののプリークネスステークスを回避して挑んだベルモントステークスでは先に抜け出したデスティンを ゴール直前で、花坂はして優勝し、GI2 勝目を挙げた。ベルモントステークス後は、ジムダンディステークスで最下位の6着に沈み、トラバーズステークスで、アロゲートの7着に敗れたのを最後に現役を引退した。2016年11月に、日本慶守馬協会沈ない種馬場に導入され、翌2017年から共用を開始した。初年度の種付け量は200万円。 税込み。富士対自し付け返変換特約、粒子山自し付け返変換特約付きに設定され、85頭の繁殖品馬に種付けを行った。初年度3区は2020年にデビューを迎える。2020年5月14日、門別競馬場 6R で、ルミエールが一着となり、3区の初勝利を挙げた。9月12日には、 中山競馬場に R でグローエルディングが一着となり、JRA 初勝利を挙げた。2021年8月26日門別12、R 札幌クラシックカップをリコー・ビクターが勝利して、3区の重賞初勝利となった。2019年3、母モレナは2007年のペルー2歳、ヒンバチャンピオン、2008年ペルー3歳ヒンバチャンピオン、2009年、ペルー小ンバチャンピオンである。 ありがとうございます。